皆さんこんにちは。初等科修士に学ぶの時間です。本日も桂木奈美がお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。いや暑かった。8月も終わり9月に入りましたが、皆さんお変わりないでしょうか。今日はですね、ちょっと有名な方のお話です。はい、早速お聞きください。乗り合い船。若い男がさも得意そうに軽書の講釈を始めました。昔の乗り合い船の中のことです。乗っている人は20人もありましょうか。見たところ、お百姓か大工さんか商人らしい人ばかり、あとは女が 2,3 人です。若い男は口に任せてしゃべり立てました。つい調子に乗るといい加減なデタラメも出てきます。しかしそんなことに気のつく偉そうな人は一人もいないと若い男は思いました。どうだ、感心いたしたか。講釈が終わると若い男はこう言ってみんなを見渡しました。いやー、ありがたいお話でございましたと、いかにも正直者らしいお百姓が丁寧に頭を下げました。なかなか難しくて私どもには分かりかねますが、先生は若いのに大層学問をなさったものでございますなと、これは商家の番頭らしい人が言いました。先生と言われて若い男は一層得意の鼻をうごめかしました。いや何、大したこともないが、これで私はごく覚えのいい方でな、神道と言われたものだよ。神道と申しますと？神道がわからないのか。そう思うと若い男は一層相手を見くびって言葉遣いが高慢になります。お前たちにはわかるまい。神道とは神のわらべと書く。わらべは子供のことだ。へえ、では神様のお子様でございますか。無学な者にはそうとでも思うほかはあるまい。若い男は大きく笑いました。しかしこの若い男はふと一人の人が気になりだしました。最初はこれも百姓だろうぐらいに思って気にも留めませんでしたが、どこか品のある中年の男です。医者かな。医者なら少し学問もあるはずだが、あの男は講釈を聞くでもなし聞かないでもなし、今みんながこう褒めているのにただ黙っている。どうせわからないのだろう。してみるとやっぱり田舎者で少しばかりの金持ちであろう。若い男はそう思って立ってそれ以上気にも留めませんでした。いよいよ船が丘に着く間際になりました。みんなは船を降りる用意をします。お互いに名を言って別れることにしようとあの若い男が言いました。私は番頭の半七と申します。百姓村の百姓、早川村の百姓、義作でございます。大工の八蔵と申します。一同が順々に名乗りました。そうしてあの田舎の金持ちらしい人の番になりました。福岡の貝原久兵衛と申す者、いかにも落ち着いた言葉で言いました。この名があの若い男の頭にガンと響きました。貝原久兵衛とは世に隠れもない貝原益軒先生であることを知っていたからです。若い男はそのまま逃げ出すよりほかはありませんでした。ひらりと岸に飛び降りるが早いが、一目散に駆け出しました。と笑う声が後から追いかけるような気がします。バカバカバカだな俺は。若い男は自分自身をあざけるように
こう言いながら、わけもなく走っていました。うん、いやー、まあ、ちょっと有名なエピソードではあるんですけれども、こうやって改めて、ね、修身の教科書の題材として読むと、いろいろとね、思うところがありますよね。最初の一行に、さも得意そうに啓書の講釈を始めました。まあ、あのお経の経と書いて啓書というんですけれども、この啓書というのは儒教で特に重要視されていた文献の総称ですね。まあ、経典とか儒教経典とかも言うそうです。はい、それの講釈を始めたというふうに書いてあるんですけれども、3週間前に言葉遣いをやりましたよね。でその中に自分一人が話しまくるのは良くないっていうことが書いてあったと思うんですけども、まさにその悪い例のような話ですよね。自分一人が得意になって話し続けていた若い男、しかもちょっとね、実力不相応な背伸びをしたような話をして、はい、最後に自分より物知りの人がすぐそばにいたということが分かり、ね、穴があったら入りたいという気持ちになって船から飛び降りていったんでしょうね。というこのエピソードはですね、こちらの本にも実は出てくるんです。あの教育勅語というのを明治天皇は出されましたね。その教育勅語をおそらく子どもたちにも分かりやすく伝えたいと思った方が作ったこの教育勅語画刊というのが復刻されて、私もちょっと関わりましたのでご紹介させていただきたいと思います。これはダイレクト出版が復刻したんですけれども、 GHQ が消し去った一冊の絵本ということで、まあ、教育勅語ね、まあ、短い言葉でまとめられているんですけれども、やっぱりこう絵とかがあった方が分かりやすいじゃないですか。でそんな趣旨でこう見応えのある絵をたくさん用いて、説明しているものなんですけれども、その中のちょっと待ってください、この貝原駅軒のエピソードはですね、この狂犬己を自死っていうところに出てくるんですね。はい、こんな感じです。はい、あの中央に背を向けてなんか喋ってる風なのが若い男で、右後ろで、はい、ちょっと落ち着いた感じで聞いているのが貝原駅軒だと思われます。で狂犬己を自死にはですね、この貝原駅軒のエピソードの次にもう一つ 1,2 と分かれていてにもあって、はい、乃木希典のことも紹介されているんですけどもね、乃木さんもとても偉くなられたのに質素な方で、生活も質素だし、お人柄もとてもこう謙虚な方というのは有名ですけれども、そんな風にここにも登場します。でその前に出てきている貝原駅軒、まあ、あのエピソードは今まさに教科書の中で、はい、書かれていたようなことですね。で、ちょっと最後の方だけ読ませていただきますと、人に世話になりながら礼儀を尽くさず、乗り物の中などで老人や病人を目前に見ながら平然と席を閉めていたり、人を押し分けて有利な地位を得るなどは極めて些細なことではあるが、誠に慎むべきことである。また逆にこれを強いることも意思なくしてすることも決して狂犬己を辞するゆえんではない。狂犬の徳があれば、おのずから人格が備わり、ひいては社会の秩序も整然たるものがあると信じるのである、とあります。でまあ、教育勅語にはこのようにして、はい、日本人に限らずですね、人間にとって大切なことが簡潔にまとめられていて、本当にあの素晴らしい内容だったなっていうふうに思うんですけれども、まあ、だからこそ戦後の GHQ によって、まあ、日本人の力を削ぐために抹殺されていったものでもあったんだと思いますね。はい、ということで教科書に戻りますけれども、はい、乗り合い船という、まあ、あのとても子どもたちにもですね、親しみやすいような表現で、書き方で、この謙虚にならなくちゃいけないんだよっていうことを伝えてくれていますよね。なんか紙芝居を見ているような描写だなっていうふうに私は思いました。
で、ついついですね、人間っていうのは自分を大きく見せたいなというふうに感じてしまう、考えてしまう生き物ですよね。でもそれをやってしまうとこういう目に遭うんだよと、ちゃんとお日様、お天道様は見てるんだよっていうことを伝えている内容でもあると思います。はい、なんかこれは大人が読んでも耳が痛いというか、大人の方がむしろ耳が痛いかもしれませんね。でもこういったエピソードを子どものうちから学んでおくと、はい、ついつい欲張って自分を大きく見せたいと感じてしまう人間の本性っていうのもですね、なんかこう正されるのかなというふうに思いますよね。いや、この最後の2行とかすごいですよね。バカバカバカだな俺は、若い男は自分自身をあざけるようにこう言いながらわけもなく走っていました。本当になんか紙芝居とかアニメとかを見ているような感じもしますけれども、はい、こんな風に、とってもこう我が事として受け止められるような記述っていうのは、さすが修身の教科書だなっていう風に私は思いましたね。私もとっても今回は、いつにも増して学ばせてもらったような気がしています。ということで本日はこのあたりでまとめさせていただきます。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。